デビッド・ガスベルは MLB の元選手。後に監督を務める。宇都右内。アメリカ合衆国、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。父親のガスベル、息子のデビッド・ベル、マイク・ベルと共に、親子孫3代メジャーリーグ選手経験者であり、息子のデビッドとは、親子2代メジャーリーグ監督経験者でもある。父ガスが、 パイレーツに在籍していた時に生まれる。1969年のドラフト会議でクリーブランドインディアンスに指名され入団。1972年4月15日にメジャーデビュー。当初は外野手で翌1973年から三塁に転向し、この年のオールスターに初選出を果たす。 1978年オフにトビー・ハラーとのトレードでテキサス・レンジャーズに移籍。移籍初年度の1979年には全162試合に出場して200安打、18、本塁打、101打点を記録。ゴールドグラブ賞を獲得し、以後1984年まで6年連続で同賞を受賞した。1980年は自己最高の打率。 329で2度目のオールスター出場を果たし、1981年、1982年にも2割9部台の高打率でオールスターに出場。1984年には打率、315、本塁打11、打点83でシルバースラッガー賞を受賞。1985年途中にかつて父が在籍していた。 シ新シナティレッズに移籍。1986年には、自己最多の20本塁打を放ち、秋に、日米野球で、メジャーリーグオールスターの一員として来日。1988年途中にヒューストンアストローズに、移籍したが、オフに解雇となる。ただしこの年には、球場内外での優れた精神や人柄が評価されて、ルー・ゲーリッグ賞を受賞。 1989年にフルスレンジャーズに復帰したが、開幕から不振が続き、シーズン途中の6月に現役引退した。引退後、レッズのコーチに就任し、1994年にはインディアンスに移る。1996年にはデトロイトタイガースの監督に就任し、1998年まで務める。2000年に、 コロラドロッキーズの監督に就任したが、2002年開幕から6勝16敗の時点で解任された。2003年からインディアンスのコーチに戻っていたが、2005年5月31日にカンザスシティロイヤルズの監督に就任。2007年8月1日にそのシーズン限りでの辞任を発表。理由は成績不振でも球団の決定でもなく、 自身が2006年にがんの診断を受けたことで家族との時間を過ごしたいという意向に基づくものである。2015年現在はシカゴホワイトソックスでバイスプレジデントを務めている。ありがとうございます。